坪井の坪東芝がお送りします。はい、さあいろんなことがありますのでね、皆さん方がいろんなことに対して、はい、ああこの事件はこの出来事はああやこうやというね、うん、お便り、それがまあ僕らの番組ですが ね、緑のビニール傘さんからいただいております。坪井さん、小高さん、おはようございます。日本マクドナルドはこっちの方の話題や、2日厳選した食材を使った究極の贅沢な味わいを実現したという1000円のハンバーガークォーターパウンダージュエリーを今月の限定発売すると、いうことで、発表しました、はい、もう最高額のマックの中では最高額の1000円だそういうことですよ、うん、まこちゃんからも、1000円もする高級ハンバーガーのゴールドリング、ブラックダイヤ、ルビースパーク、うん、この名前がこうなんかプリキュアみたいな名前してますよこれ3日間に分かれて、はい、うん、6日には、ゴールド、はい、ゴールドジュエリーか、あ、ゴールドリング、はいはい、それから13日がブラックダイヤモンド、うん、それで20日がルビースパークで、中身がちょっとずつ違うらしいんですけど、はい、私の名前はゴールドリング、そして僕はブラックダイヤだ、ルビースパークもいるぞとか、なんか3人力を合わせてやつだよな。いや、そうじゃないと。戦隊もね。戦隊ものではない。じゃないね、はい。はい。材料を厳選した肉と野菜や高級食材のトリュフを使って作るそうですよ。もうこれアベノミクスのせいでいろんなものの値上げ、値段が上がって国民の生活は切迫している中でどれくらい売れるんでしょうかね。でも小高さんは絶対食べてみたいでしょ。食べてみたい、食べてみたい。ヒロチンさんからも、でもね、これ、坪井さんなんかはこれ手軽に出せて超高級品のは坪井さんの得意じゃんだよ、ね、超高級な車とか すごいな1000円バーガー食べたのって尊敬されるけど、そうそう、でも1000円背高いけど、はい、でもあれですよね、フランス料理でなんかね、うん、あの2000円のフランス料理を食べたって言って、まあ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 、ランチ、まあ、ランチって言われるぐらいですもんね。1000円のバーガーだぞって、すごいね、ひれ伏してはーと土下座して広伏するでしょ。そこまですいません、はい、もう食されましたか、はい、確かにちょっと背伸びをすれば買えるものではありますがという、うん、これは僕のジャンルやね。しかしね、家族4人で4000円、それにポテトなどをつけたら5000円を超してしまいます。たまの週末ぐらいは外食でと考えておりますが、家族で5000円以上と考えますとね、我が家の場合は手を出さないでしょうね。っていうかね、他の外食にします。たまの外食とはいえ可能な範囲は節約したいと思います。キングボンビナミちゃんは一回は食べてみたい気がするけど半端ないぐらい美味しいのかな。坪井さん、なおちゃんは食べてみましたか。そうそう、これもだからさ、あの記事になってたんだ、うん、朝坪井さんにこれ食べる、どうする、うん、買うの、坪井さんこういうの好きでしょって言って聞いたら、ごそごそ出してきて、はいはい、見てました。何を見てたんですか、はい、これはですね、皆さん方にもおすすめなんですけども、はい、こういうものにどういうふうに向かい合うかっていうことですよね、はい、あの僕は今手にしているのはこれです。最強のアイテムです。株主優待券、これは日本マクドナルドホールディングス株式会社の株主優待券。中を開けますと6枚綴りになっておりまして、この1枚がサンドイッチお引き換え券、サイドメニューお引き換え券、ドリンクお引き換え券、3点セットや。これが3点セット、この1枚でもって、この先ほど言いましたサイドメニューにはポテトの絵が書いてありますけども、はい、これはサラダでも大丈夫ですね。サイドメニューだったらいいんですか。ドリンクも何でもいいんですか。はい。株主はこういうものを持ってるんです。坪井さん、株主なんですか。あのね、金券ショップで買いました。株主違うねんな。今までの一番高いのはですね、ビッグマックのですね、セット640円。それ、あ、640円。それからダブルクォーターパウンダー、チーズの方です。ね。先ほどもニュースにありました。ね。クォーターパンダーというのは。パウンダーね。パウンダー。パンダじゃないよ。パンダ。はい。これがですね、いわゆる、ね、いい、なんか、貴金属の名前がついてますでしょ。今もあるんです。チーズとかなんか。これが1個490円。そしてビッグマックが320円単品で。はい。そうするとね、今まで一番高いのは490円のものなんです。いろいろ計算してますね。はい。この490円のセットでも、この金券はですね、この490円を含めたセット790円でも、この1枚でいけるわけです。要するに、よう分かりませんけど、いろいろ計算してはりましたけども、はいはい、要するに、はい、その株主優待券で一番お得に一番高いハンバーガーのセットを食べるには何を選んだらええやろかいう話ですか。はい、今の段階ではですね、はい、ダブルクォーターパウンダーチーズ、セット料金790円。これ、金券ショップで行きますとね、500円で手に入るんですよ。
500円手に入る。で、この金券が、今度のルビーやなんかも含めて、1000円使えるかどうかいところが、株主としては。後ろにちっちゃいほら注意書きのとこに、ただし期間限定商品はダメですとかそういうのが書いてあるでしょ、それ書いてるかどうかですよ。書いてない、書いてない。でもね、私さっき、これ書いてあるのがね、あのね、あれですよ、あのバリューセットの、バリューセットの中のサンドイッチいずれかお一つです。だからこの1000円バーガーが単品でしか販売してなかったら、バリューセットじゃないので、ダメなんです。バリューセット販売をしてるかどうかが決め手です。株主としては悩むな。株主じゃない。金券ショップで買って。そんな権利何にもない。株主違うもん。そうか。はい。まあ、とにかく、500円でとにかく、さっきの話は置いといたとしても。あ、でもほら、ジュースとセットで1000いくらって書いてあるわ、これ。これがバリュー、でもこれがバリューセットなのか。はい。単なるジュースセットなのか。悩みますね。皆さんももし分かったら勇気を持って、この券を金券ショップで買って、ふわっとカウンターに出してみてください。もう株主違うから権利ないもん。で、まあ、そういう話は縁ないない人は、ちゃんと今、100円マックもございますので。100円これで100円マックもいけるのかな？いける。絶対そんなバカな株主はいません。絶対いません、そんなバカなやつは。はい。いろんな世の中、渡り方がありますよ。はい。